車里駅周辺の空中写真、越川橋梁周辺の空中写真根、ね、北線は、かつて北海道車里郡シ里町内の車里駅と越川駅を結んでいた日本国有鉄道の鉄道路線である。1970年に全線が廃止された。改正鉄道不設法別表149号に規定する根室国厚床付近より、市別を付て、北見国車里に、 イタリール鉄道として盛り込まれた路線のうち、市別線として開業した区間を除いた車里駅根室、斜別駅間にあたる全長およそ 57km の計画路線であった。実際に開通したのは、車里町内の車里駅、越川駅間の 12.8km のみであったが、このほか、未成区間の建設も進められていたため、現在でも移行が残る。の、は、 根室国、北見国の意味である。営業最終年度である1970年度の収支は以下の通り。収支係数2039は、同年営業していた国鉄線では、宇品線、石原線、丸森線、薄の浦線に次ぐ、ワースト5位であり北海道口では最悪であった。根北線は全線で平坦区間が3%ほど。 20パーミル以上の急行バイク間が16%ほどを占める路線で、起動車の速度は約時速3 2トルが限度であり、シャリ、コシカワキ1 2 8トルに24分をかけて運行していた。一方、車ャリ種別間には、あばシリとネムロを結ぶ国道244号がすでに全通しており、1970年当時、 シャリバスによるバス路線が5往復日運転されていた。このバスはシャリ、越川間を鉄道より若干遅い程度の27分で結び、利用人員は国鉄の2倍を数え今後の道路整備による自分、短縮が見込まれた。また、沿線の自家用車保有台数は当時0.9台、都と当時の全道平均よりも高かった。加えて、 沿線人口は開通直後の1960年の2300人から末期には1785人と2割強減少しており、延伸予定区間もほとんどが山岳地帯であり人口は希薄であった。以上の事情から急速に旅客数が減少し、上期の通り1969年の1日平均乗車人員は1960年比70%の100人まで落ち込んだ。 蒸気の線路規格の悪さから、貨物列車の牽引定数も230トンが限度とされるなど輸送に限界があった。ね北線廃止当時の沿線の主要な生産物として、天才と木材があったが、天才輸送は1970年時点で、トラック輸送2個、開業時約6000トン、年を数えた木材輸送は、 資源枯渇により1960年7月には休止に至っていた。越川駅上越川駅ルベス駅と、串別駅小田ぬか駅浜小田ぬか駅中類駅、小根室市別駅廃止時には、シャリバスが、シャリ、腰川間を増便して対応したが、沿線人口の大幅な減少により、路線は越川小学校までに短縮され、最終的には1日1往復が平日に残るのみと、 なり、2004年4月27日に廃止された。全体的にその遺構は発見することが難しく、大部分が、二十歳や自然に帰っている。陸海駅舎は廃止後長らく農地内に残っていたが、1998年、頃解体された。最大の遺構で1998年、登録有形文化財に登録された、越川橋梁は、越川から、 さきの未成線区間にあるので実際は列車が走ったことがない。地元では渡らずの橋と呼ばれ1973年に国道改良工事で橋脚が2本撤去されている。ありがとうございます。